ビゼンワークスの54カスタムエイジドをご紹介いたします。ビゼンワークス何度か私どもでもご紹介させていただいておりますが、今回の入荷はですね、トップがブラックに塗られた54年スタイルのエイジドになります。今回ですね、54カスタムと名付けながらですね、ブリッジはストップテールピースということにしましたけれども、本家にはありえないスペックでありますが、材の方はしっかりと選び抜いて作られております。まずこのトップですけれども、この黒く塗られたところちょっとね見えておりますけれども、いつものようにホンジュラスマホガニートップを使っています。そしてバックもですね、こちらホンジュラスマホガニーということですが、おなじみのコンタ、そしてネックもホンジュラスマホガニーワンピースということで、かなりいい材を厳選して作られていますが、惜しみもなくブラックで塗られているという、そういう贅沢な仕様になります。そしてこの指板もですね、エボニー指板、これもビゼンワークスさん秘蔵の真っ黒いエボニーなんですけれども、世の中のギターメーカーの中には黒を強調するためにちょっと塗料を塗ったりとかするメーカーもあるらしいんですけれども、こちらはもう本当に何にも手を加えていない黒々とした黒炭を選んでいるということです。ネックのシェイプはいつもの通りビルダーの坂本さんがお持ちになっている50年代のネックのプロファイリングされておりまして、やや緩めの V シェイプ、細身ですね。やっぱりポジショニングがすごく楽なグリップ感になります。ピックアップはビゼンワークスのオリジナルのソープバータイプのピックアップが2機付いております。コントロール系ですが、こちらは3ウェイトグルスイッチですね。こちらでネック側、そしてミックス、そしてブリッジ側になります。そしてストップテールピースですね、こちらはアルミのテールピース。細かいイントネーションがね、なかなか合わせづらいということで敬遠される方がいらっしゃいますが、先ほどチューニングしましたが、オクターブほとんどずれていないですね、数セントずれたぐらいの精度でマウントされたワンピースのアルミテールピースになります。こちらはですね、普通の ABR1 ではなくて、あえてワンピースアルミということで、原振動をダイレクトにボディに伝えて、ホンジュラスマホガニの持つ特性を十分に引き出すために役立っています。ボリューム系は2ボリュームの2トーンになります。それではネック側のピックアップから音を聞いてみましょう。それではミックスポジションです。それではブリッジ側のピックアップです。
このビゼンワークスの54カスタムということなんですけれども、このインレイもですね、白蝶貝を使われていたりとかですね、細かいところまで綺麗に配慮されたギターになりますね。もちろんディープジョイントになりますので、全体の鳴りもかなりのものです。重量も 4.1 キロですので、取り回しのしやすいサイズかと思います。ぜひ一度お試しください。